どうもエルザです。それではポケモンカンブリーの雪原やっていきたいと思います。さーて、前回捕まえたスイ君、まあどうしよっかな。その何回でも捕まえれるんだったらっていう感じもあってね、厳選まだいいかと思ってるんだけど、硬いのか。な、せっかくだし、スイ君使おうか。で、なんかいろいろ調べてたら、3回か4回連続、やり直しすると、鉱石を払えとか、なんかアイテムの要求されるらしいね。なんで、まあまあ、もし、何回もチャレンジする人か、色違いとかね、まあ、気をつけるようにした方がいいんじゃないかなというところかな。ということでお話ししよう。いてーどいてーよー、シャクちゃんシャクちゃんどうしました、大丈夫、どうしました、この騒がしい人。岩にすっ転んで頭打ってたんです。うん、アドベンチャーの恐ろしさ身をもって味わったぜ。岩の裏に娘がいないか調べてたら、このありさまよ。娘さん、タンドンか何かです。しゃ、ちびって休んだら元気満タン、薬いらず。それはそうだよ、嬢ちゃん。シャクちゃんには会えたのか。実は。ふぬ、なるほど。シャクちゃんはダイマックスアドベンチャーってのを遊び尽くすまでは戻らねえ。だから俺ら二人でピオニープレゼンツ探検ツアーを先に始めといてほしいと。うん、今回の旅行はよ、シャクちゃんのために夜鍋してツアープランを考えたんだが、自分でいろいろやってみたい年頃ってことかね。教育上よくわかんねえ、よくねえのかもな。まあそうだね。よっしゃ、お前さん名前は、エルザ。俺はピオニー、もう名乗ったっけ。そうだね、だは、改めてよろしくな。リーグカードをゲットと。そうだね、シャクちゃんが混ざりたくなるくらい楽しむと一番いいんだろうね。うーん、まあしましょう。ドナイス返事だ。それでこそあれだよな、伝説のポケモン愉快に探しまくろうぜ。そうと決まればエルザ、この先のフリーズ村でピオニー探検ツアーの作戦会議を開始するぞ。詳細は現地にて迅速に集合されたし。なんつって。元気だなぁ。ま、追っかけていくか。あ、ちなみに、すぐできるの？ああ、何回でもいけるんだ。まあただ何が出てくるかが分かんないって感じかな。お、意外と近い。フリーズ村ね。まあでもそうだね、なんとなく娘さんの気持ちもわからなくはない。さあ、フリーズ村着いたね。なんとお客人ですかな。私はここフリーズ村の村長ですじゃ。いやはや、こんな偏僻な村に立て続けに人が来るとは。もしやあなたも、宝珠の王の伝説を調べに。宝珠、へえ。いや、それは知らないんだけど。いや、野暮な質問でした。そのくらいしかこの村に訪れる理由はないですから。しかし、残念ですな。せっかく来ていただいたのですが、あれはただのおとぎ話。せめて、フリーズ村の名物のお土産品をあげましょう。フリーズ土産。丸首スウェット手に入れた。あ、シャツなんだ。
逆にナウイということ。王の正しいお姿は村の真ん中に像があるので、そちらで確認してください。それと冠雪原では戦闘のポケモンをボールから出して連れ歩いても良いですからな。では。よー、マジか。こっちだこっち。やっぱあの P はピオニーの P かな。なんかこの辺りに万能傘。おー、日差しの影響受けないのか。で、弾が落ちてると。ないね。柱が立ってるね。後で見に行くか。お、来たか。このチンキな部屋が俺が借りてる民宿だな。しっかりしてるね。しかし今この瞬間から俺たちのアジトとなった。へへ、こういうのは雰囲気が大事だろ。早速だがエルザ、俺たちピオニー探検隊の目的を説明するぞ。この地域には不思議な言い伝えがいくつかあると。例えば法事の王と呼ばれてる頭がでけえポケモン。はたまた、伝説の飛ぶポケモンが集まる赤くてでっけえ木。あるいは、変な遺跡に眠る点々の巨人ども。点々の巨人どもはレジ系か。などなど、香ばしい伝説がわんさかあるのだ。そいつらが真実かどうか実際に確かめ尽くす。それこそが我らピオニー探検隊の大目的なのだ。まあ本当言うとシャクちゃんとやりたかったが。まあ分からなくはない。袖振り合うもなんちゃららつうことわざもある。エルザ隊長、一緒に楽しもうぜ。隊長、俺が王ともよ。俺らが二人して楽しく探検して回ってたらよ、シャクちゃんが合流したくて会いに来てもここはもぬけの殻。そしてパパのね、部屋で一人寂しそうな娘だ。そいつは困る。断じてあっちゃいやならねえ。お前動きたくねえだけだな。だから俺は留守番隊長だ。お前さんに譲る。ちゅうわけで、ほいよ、こいつはさ、渡しとくぜ。サバイバルセット。まあ寒いからね。ピオニー印。だはは、お似合いじゃねえか。シャクちゃん用に何着か着替え用意しといたから、お前さんの分もあるんだな。で、休みたいときはそこだね。ジャケットのバンダナ、色違いも用意してやっから。色違いも用意してやっから気分で帰りゃおしゃれだぜ。マジか。あとは、伝説のメモ1。法事の王伝説についてピオニーがまとめたメモ。古い写真が貼り付けられていると。はあ、はあははあ、おとぎ話があるんだね。言い伝えでは頭に大きな冠をかぶっているそうだが、村の中央の木彫りの像に冠らしきものは見当たらない。あー、かぶってなかったよね。で、2は巨人伝説。巨人の寝床の奥深く、岩の巨人眠る遺跡あり。恥獣にらぬ死を思うよ。謎の言葉書かれた扉は固く閉ざされている。あー、氷の巨人、鋼、双子の巨人。ここはレジ系だけどさ、これ新しそうだよね。さあ、メモ3。鳥ポケモン。あー、来たねー。あー、それで木の上なんだ。俺がテレビで調べながら手作りした伝説のメモだ。
まずはメモに書いた法事の王ってやつを調べてみるのはどうだ。なんつうか王と相場の絆が深く関わってんだと。相場ね、神秘伝説、王と相場との絆の伝説。すげえ力入ってんな。元の草に戻ろうか。せっかくだしこれで。あ、間違えた。ちょっとね、寒そうだから。そうだ、よければいいもん持っていくか。なになに、マスターボールくれるの。昔の知り合いにもらったんだが使う気になれなくてさ。なんかわかんねえことあったらいつでもあっちで戻ってこいよ。表にぶっ刺してる旗が探検隊アジトの目印だ。俺の手作りなんだぜ。それじゃあワクワクの探検始まり始まり。あれかな、双子の兄弟なのかな。そうだね、寒そうだしジャケット着ようか。さすがに。絶対これ使うよな。お、隊長、俺の枕がどうかしたか。枕やれやれ隊長、いいことを教えておいてやる。頭を乗せりゃ何でも枕だ。実はお気に入りの枕を家に置いてきちまってよ。代わりになるものがねえから村の周りを探してたら民宿の裏でズバッと発見したのよ。そうですか、ください。なな、ぬどないそいつをよこせってか。いくら隊長の頼みでもそいつは難しいな。ん、なんだ、伝説のポケモンとかなんか関係がありそうだと。あーん、どまじかよ、その辺で拾ったもんだぜ。でも隊長がお望みなら協力するっきゃねえよな。おー、わかったわかった、持っていきな。やるからには絶対伝説見つけてこいよ。そうだよ、隊長命令だよ。木彫りの冠、逆に裏に置いてかれてるってどういうことだろうね。さあこれから冒険の始まりかな。わあすげえ。あ、こっちもぽいな、すごいな。宝珠の木かな。頭が寂しいね。いや、これは楽しみでしかないね。で、ポケモンの像だ。何かが足りないようだ。違和感がある。木彫りの冠をくっつけることができそう。くっつけてみようか。はい。ごそ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 。うん、つこ。木彫りの冠がポケモンの像にかっちりとはまった。カムーカンムリ。え？ついてこいと言ってる。え、そんなもん。まさかもうゲットのチャンスが来てるとか、そんなわけないよね。あ、ちっちゃいんだ。意外とちっちゃいね。く、アングル的に取れ。そうか、結構ちっちゃかったな。カムカム。謎のポケモンは力比べがしたいようだ。ボールを構えますか？はい。か、ムカンムル。
いやいや、どう見ても法事の王じゃん。浮いてるの見るとエスパーっぽいよね。緊張感いいね。音楽が神々しいね。プラズマフィスト。効果は今一つ。サイコショック、やっぱエスパーか。ブレイズ、氷かな。あれ、倒してよかったんだよね。かカムクラウプルム向かいん管理あなたは楽しかった。無理クラウムカウラウンカッカム。ニカムカムカムリラウブル。全然何言ってるかわかんねえな。うーむむ。おお、どうした、なんだか探しいな。なんだ隊長、ポケモン勝負してたのか。あ、頭でけえ。むむむいカムカム。あ、なんだ？ドア。ティオワワワワン。え？ふむ、やはり強靭な肉体であると。すまなが少々借りさせていただこう。ピューニー隊長、ポケモン？おお、すでに理解したか。お主さすがであるな。要はバドレックス、宝珠の王と呼ばれし者。お主に一言礼を言わせてほしい。世の像を元に戻したこと、至極感謝である。すごく感謝だね。はるか昔、要はこの地王として君臨していた。草花を生やし、畑に緑を与え、人間から崇められていたのだ。しかし、長い時を経て人々は世の存在を忘れ去ってしまったらしい。毎年の世への捧げ物も今やなくなって久しい。世にとっては信仰は力の源。かつての勢いも失い、我が相場にも逃げられてしまった。あ、相場いるんだ。しかし、お主が世の像を直してくれたおかげで、人の肉体を介し、思い伝えられる程度には力が戻ったのだ。慈悲深き人の子よ。お主に頼みたいことがある。人々が本当に世を忘れてしまったのか確かめたい。村の人間皆に法事の王を覚えているか今一度尋ねてほしいのである。自ら尋ねたこともあったが、おとぎ話扱いされたり騒ぎになったこともあるゆえ、頼んだであるぞ。冠をかぶせるとバドレックスが現れた。ピオリー隊長の体を操って人間の言葉を話せるようだと。じゃあ今回ここまでしましょうか。まあバドレックスと一応戦うことはできたけど、ピオニーのこれね、まあおとなしくなったからいいか。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またね。